さちです。こんにちは。今日のテーマなんですが、女性が絶頂を迎えやすいのを教えてくださいというご質問をいただいたので、そちらにお答えしていこうと思います。私が今までいろんな女性とお話をしてきた中で一番多かったご意見を発表したいなと思います。と遠回しに言わせていただくとですね、一番ノーマルなポジションです。一番ノーマルなポジション、ということはですね、男性が上、女性が下のポジションです。はい、それが一番人気で、一番人気というか、その女性が絶頂を迎えやすいですね。で、正直ね、今回の絶頂を迎えやすいのは、その男性と女性が一つになっている時のお話です。なので、その前段階とか、ね、後段階の話ではなくて、男性と女性が一つになっている時に女性が絶頂を迎えやすいというね、女性が下、男性が上という形なんですけど、いろいろあるじゃないですか。例えば、女性の腰をちょっと高めにする、男性が女性の腰をちょっとクイッと持ち上げてあげてね、で女性がこうお腹をちょっと反ってるような形になって、でこう一つになる場合もあれば、あとはね、女性の足をもう完全に伸ばしてね、ちょっと後転するような、女性が後転する途中みたいな感じの体勢もあったりとかね、果たしてそれは、足が男性のここに来る、女性の、両足が男性のここに来るパターンなのか、それとも、女性側のこっち側にもう足がひっくり返ってる状態のパターンなのかっていうね、ちょっとね、いろいろ規制が厳しくなってきてるので遠回しにしか言えなくて伝わりづらかったら申し訳ないんですけど、ね、その一つのポジションであってもいろんなパターンがあるじゃないですか。女性の足が果たしてどこにあるのか、腰は浮いているのか、お腹は反っているのかとか、そういうので全然違うんだよね。で、私が一番おすすめなのはやっぱ女性の腰をちょっと高めに上げてあげる、腰をちょっと高くして、で足はねこっち側なんですよ、女性のこっち側、男性がここの、男性のここの両方に女性の足が来るんじゃなくて、だから女性がその後転する、後ろにでんぐり返ししてる途中みたいな感じ、そうすると自然と腰も浮くよね。だから男性はちょっと女性にこう覆いかぶさるような形で一つになってるっていうイメージなんですけど、ちょっと伝わりづらいよっていう方はまたコメント欄で、言ってくださいなんかね、伝えづらくて申し訳ないんですけど、とにかく女性は仰向けになって自分の女性の足がもうここら辺に来てるような状態の、ポジションですね。で、これだと結構気持ちいいとこまで入るんだけど、でもそれね、痛いっていう女性もいるの。どうしてもその奥に入りやすいから、奥に入りやすい時っていうのは本当に少しずつ少しずつ攻めてあげてください。この一気にこうね、奥までガーンってついちゃうともう痛いんだよね、痛みしかないので、なので一気に奥までガーンってつくんじゃなくて、少しずつじゃあここまで入れたよ、じゃあ次引いてまたもうちょっと奥まで入れてみようかな、また引いてもうちょっと奥まで入れてみようかなっていう、少しずつっていう段階を経た方が痛みを感じにくいし、女性もじわ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 こう快感がね上がってくるので、そっちの方がいいと思います。だから少しずつ少しずつやってあげてほしいなと思うんですけど、まあ、そもそもね、その一つになった状態で絶頂に導かれる女性の方が少ないんで、これはねちょっといろんなものが重なって起こる、まあミラクルと言っても過言ではない状態ではあるんですけど、この下の時に女性が例えば自分で C スポットを触るとかね、そうすると一つになっている状態での快感を味わえるという、実際は C スポットで絶頂に達してるのかもしれないんだけど、でもその一つになっている状態でのその絶頂っていうのは、前段階で C スポットを刺激して絶頂に達するよりも、やっぱり一つになっている状態でのC スポットからの絶頂っていうのはまた違うので、なんかどうしても一つになってる時に絶頂に達するっていう感覚が全くわからないし、私はそれはもう絶対無理だと思うっていう女性もいるの。だからそういう場合はちょっとね、 C スポット刺激してあげて、で一つになってる時にも絶頂に達するんだよっていう感覚をね、味わうっていうのもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ
Cスポットを刺激、あの女性が自分で刺激してもいいし、男性が刺激する際は一つになりながらのCスポットを刺激するっていうのはどうしても刺激が強くなりがちなので、優しく優しく刺激してあげてほしいなと思いますので、ぜひやってみてください。